好きだ。おい、喉。ハツナです。今回はマットさんのところにお邪魔をしております。最後の最後にはちゃんとドラげないって始めてくれるんですよね。急にそれでこう思ってドラげないって言いたいですよ。3回目ともなるとね、ちょっと雑談もできるようになってきました。だいぶ皆さんと打ち解けてきてます。突撃だ、ピーさあ、それでは準備もできたので、拠点に向かいます。今回のルールを説明します。セミオートの殲滅戦、復活は拠点に5人溜まってからまとめての復活です。1チームにつき3回まで復活できます。さあ、ゲームスタート。今回はレンの視点でお送りしています。スタート。さあ、ニナも行くのだ。なんか一番後ろでなんかやってる人がいたので、ちょっと撃ち殺そうかなって思っちゃいましたけど、さあ様子を見ながらフレームの出発です。すでにね、前線の方に行った方とはもう交戦が始まっているようです。レイも慎重に進んでいきます。テントだ。山側は任せたよ。嘘。そっからマジ？ロシアさんがやられてしまいました。さあ、敵はどこにいるんでしょうか。川入った一人。川から一人進軍してくるようですね。さあ、川を警戒しながら進みます。あ、ごめん。ここでレン、まさかのフルオート。これは後でお仕置きが必要かもしれません。打ち合いになります。バリケンに着弾してますね。2番のバリケンの裏に1人入りました。川から撃たれます。フロートで撃った天罰ですね。喉に着弾したようです。無理目か。レンは5人目のヒット者だったようなので、すぐに復活します。さあ、再び川の敵に向かうべくレン走ります。うそー。しかし川に入る前にレン速攻で撃たれます。再び拠点に戻ります。レン2回目の死亡。立派なフラゲを立てました。毎回死ぬと一つ。あら、かわいそうだな。2回目の復活です。はい、あとは待ってね。今日4人中待ってね。落ちないで。ハツナも拠点に戻ってますが、ハツナは3回目の復活組ですね。じゃあこれ3回目、3回目こいと。おな、俺と同じくらいだぞ。やろう、だから、そう。ハワイ行こうとしたら、やられてしまいました。すいません。レンはどこから撃たれたかわからない敵にやられて、無事フラグを回収です。どうしよう、さっきから死ぬ人同じやろ。スタートさせて。ここからはハツナの視点でお送りします。本当に撃とうかと思いました。さあ、ハツナは山の方をちょっと警戒しながら進んでいきます。
山から一人樽の裏に今一人見えた。さあ山に敵を見つけましたが、ちょっとハツマの重量が届きそうにありません。樽のとこ一人おるよ。風が見えますが届いておりません。ここね、近づきたい近づきたいけど、動くと撃たれるかも。どうしましょうか。動いたら行けるかな、行けるかな。撃たれないように祈りつつ動いていきます。見えない見えなくなった。しかし角度が変わって敵が見えなくなってしまう。さらにポジションを移動して撃ってみます。撃たれます。あ、いいよ。ハツマは3回目の復活を。あんた2回目じゃない、あんた2回目じゃない。待ちます。麺はすでに2回死んだ後ですね。これはい、3回目おめでとう。全3回目入ってきましたね。樽のとこにおるよ。5人目来たので復活していきます。樽のとこにね、さっきから1人おるんやて。また入った、また入った、2人おる、2人入った。樽は2人。さあ、敵が増えています。タルから死ぬんですが、復活終わりっす。届いているんだなと思い、牽制のため打ち続けます。しかしここでタイムアップ終了です。ハツマいいとこありませんでした。え、4回目死んだのね。4回目死んだのね。最低5分の1じゃねえか。レンは死にすぎましたね、このゲーム。今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。